はいどうも、タクタクです。拡散希望実況プレイやっていきましょう。よし、続きからだ。多田さん、9月2日かな。多田さん、可愛いな。エバラ君、改めて見ると何か分かったの？自分の名前をつぶやかれたら、誰かに拡散してもらえばいいらしいんだ。拡散してもらうの？多田さんの場合は、多田愛子さんが亡くなられますっていうつぶやきを誰かに拡散してもらえばいいんだ。そうなんだ。僕が昨日拡散しておいたよ。だから死ぬことはないよ。それはまあ安心してもらえるのかな。どうなのかな。昨日もう拡散してくれたの？それどうなるか。愛ちゃんは、僕が多田愛子さんが亡くなられますのつぶやきを拡散したから、多田さんは死なないよ。ほう、そうなんだ。私怖くてモノログ見てなかったから気づかなかった。エバラ君、ありがとう。そんな大したことしてないよ。で、自分のその状況とか言わないのかな、このエバラ君は。一日でそこまでしてくれたなんて、やっぱりエバラ君頭いいよ。お、とりあえず知らないからな。いや、そんな。気が楽になったよ。いたずらだとは思うけど、やっぱり怖かったから。そっか、よかったよ。他に仲のいい人とかいなかったんですかね、愛ちゃんは。多田さんはね、安心してくれた多田さんと少し雑談をして別れた。今日も部活遅れたら怒られちゃうしね。僕は演劇部に少し陰足で向かった。お、誰この子。ちょっとこの子みんな可愛いな。女子可愛いな。演劇部室の前で来ると女子が扉の前に立っているのが見えた。演劇部員じゃない、見たことない女子だ。誰だろう。どうした、怒ってんのか。あの演劇部に用ですか。これ、今日は私帰るの遅いし、親いないからって言って吉岡徹に渡しておいてください。お、妹か、これ。鍵、ここはセリファイルだ。家の鍵、はい。直接渡せばどうかな。いや、どうして。なんだろう、あの子なぜそこ聞けないのかっていうところね。あの、トール君とはどのような関係でみたいな、普通聞くよね。あ、聞かない？普通聞かないですか？え、聞く？聞くでしょ？聞かない？聞く。俺なら聞く。だってね、嫌じゃんね。怪しいものだったらね。あの、吉岡先輩。なんだよ、お前今日も来るの遅いんだよ。あ、こういう先輩いますよ。さっき、部室前で女の子が、帰るの遅いし親もいないからって言って これを渡してくれと。ああ、うちの鍵か。悪い、やっぱ妹だな。これは直接渡せばどうかって言ったんですけど、嫌って言われました。ないない、妹なんだよ。ああ、やっぱそうですよね。仲悪いんですか。まあ、学校じゃ全く喋らない。どうしてですか。演劇部に入ってる兄が恥ずかしいんだとさ。ああ、なるほど。恥ずかしい、そういうあるよ。まあ、スポーツでもやってる兄が良かったんだろう。そういう時期あるよ。そういうもんですかね。なんとなくね、それはね、その年頃のこの
心理的なものはあるかもね。ちょっとごめん。それから僕はモノローグのこともすっかり忘れ、授業を受けて部活を頑張るという日々を過ごした。相変わらず僕は自分からクラスメートに話しかけることはできないけど、以前よりも戸田さんが喋りかけてくるようになった。そして僕がモノログの死の予告を拡散してから何日か経った。9月6日。待って。あれ？1日刻みじゃないんだね、これね。9月6日ということは。疲れた。でも、今日で大道具の完成のめどは立ったな。ほう。エバラ君。でだな、多田さん。多田さん？どうしたの？あの、実は、モノログのつぶやきから、今日が7日後なの。なるほど。そういえば、そうだね。これで多田さんが死ななければ、まあ、いたずらだという可能性と、あと回避の仕方が正しかったっていうのが、わかると。でも多田さんが死ぬと噂ではなかったという事実と回避方法が違うっていうことがわかるわけですね。正確には今日の20時11分が7日後になるんだけど、今日親が家にいなくて。おお、なんだこれ。お、ちょっとエバラ君、これはチャンスはずかん。そうなんだ。エバラ君を信じてないわけじゃないんだけど、やっぱり怖いから一緒に家にいてくれないかな。ガードが甘すぎないかい？ええー、やったしょ。お、親がいない家に多田さんと二人っきり。やっぱり嫌かな。いや、嫌じゃないよと。いや、そんなこと全然ないよ。なんてこった。よかった、モノログのこと相談したのエバラ君だけだったから。じゃあ行こう。女友達いないのかい？うん。女子の友達はいないのかな。いないのかな。僕は多田さんの家にやってきた。多田さんの部屋は想像通り女の子らしい可愛い部屋だ。多田さんはお茶やお菓子を出してくれて、しばしの間雑談を交わした。ごめんね、大したおもてなしできなくて。全然構わないよ。もうこの年頃で女子の部屋に入るということは、ある意味なんだよね。8時11分までもうすぐだね。そうだね。さっきから多田さんが時を気にしているのは分かっていた。僕に一緒にいてほしいっていうぐらいだから本当に怖いんだろうと思う。今は8時過ぎ。大丈夫だよ。何も起きないよ。ネットで調べた時に思ったのは、噂はすごく広がっているけど、その噂が確証になるものは出てこなかったことだ。本当にモノログが原因で死ぬならば、警察だって黙っているわけがないし、モノログは利用停止になるはずだ。するはずだ。だからただのいたずらなんだ。うん。そんなね、いたずら。エバラ君はまあ、最初気持ち悪いなと思ったけど、そんないたずらでこんな状況になるなら。やめよう、ちょっと。ゲスな考えし、おお、なんだ！マジか、ガチだったとか。停電？ちょっと、多田さん死んじゃうよ。どうなの？何？なんで？どうなの？どうなの？きっと、ブレーカーが落ちたとかだよ。こんなにタイミングよく？そうかな。僕は携帯電話を取り出してカメラを起動させた。カメラの機能でライトを点灯させた。携帯電話の LED ライト。ないよりはマシだね。ブレーカーを見てくるよ。どこにあるかわかる？
わからない。わからない。嘘でしょ？普通わかるでしょう。もうその、年頃なら、ブレーカーの上げ下げ方法と、および場所ぐらいは。そっか。探してみるよ。くそー。丁寧に育てられ、何の話だ？優しく育て。私も一緒に行く！行け。怖い？うん。いや、ちょっと、多田さんかわいいな。だいたい玄関にあるパターンが多いからね、ブレーカー、ね。わかった。一緒に探そう。探そう。多田さんの怯えた表情。死の予告時間が近づいていること。近づいているこのタイミングで停電したから、本当に怖いんだと思う。僕がしっかりしなくちゃダメだ。だいたいブレーカーって、台所、心とかにあるよね。あれ？そうなんですか？北海道とか割と玄関、あ、台所にもあるか。あるわ。台所とか。停電が治ったら多田さんは安心できるだろう。頑張って探してみよう。うん。あ、おお、来た！ノベルモードから探索モードに切り替わりました。やっと探索ゲーになりましたよ。探索モードではキャラクターを操作して物語を、探索モードの場合、F5 キーでセーブすることができないので注意してください。マジで。いろんなものを調べて探索を進めていきましょう。あ、セーブできる。よし。あれは前回終わった時に F5 を押してセーブしました。よーし。こういう感じか。ステータスとかは特には出ません。女の子らしい部屋といったな。確かに女の子らしい。じゃあここには何が入っているのかな。勝手に中を見るのまずいよね。てか隣にいるわけだからね。こうなんかね、下着的なこととかもあるわけだしね。ゴミ箱だ。中にはくしゃくしゃになったプリント用紙が入っている。多田さんのパソコンだ。電源は入っていない。なんかちょっとこのカップの置き方とかもちょっといいね。CA らしくする。化粧道具が置かれている。男の僕には使用用途がよくわからない。今時の子は、化粧とか結構するからね。勝手に中を見るのはまずいよね、と。可愛いぬいぐるみだな。うん。ちょっと、いきますか。では、下に。あ、いやー、お前、どうした、びっくりした。超絶びっくりしました。どうしたの？連鎖的にみんな今そこに何かいた？パパかママだ。パパかママ。僕には何も見えなかったよ。見えてないの？エバラ君には見えてないの？何がね、何を見たの？何を見たんですか？多田さんは階段の下を見つめている。僕には何も見えなかったけど、このまま階段を降りて大丈夫だろうか。やめておくか。怖いし、とりあえずやめておこう。まずは2階を調べてみよう。そうだ。そして今何時なんだ。ここで1時間待っていたら、何か解決されるとかそういうことはないですか。まず2階を見よう。CD ラジカセ2台もあんな、この家。CD ラジカセもううちには1個もないです。実家にはあるけど。歴史上の人物を主人公にした本が並べられている。推理小説かな？同じ作者の本ばかりだ。クラシック音楽の CD が並べている。ゴミ箱だ。勝手に開けるのはまずいかな。部屋を探索していますが。ここは誰の部屋かな？ここは。鏡、あんまり覗き込みたくない。うえいしぇいなんで勝手に動いたのかな。ちょっとあれかな、坂、ちょっと不良物件なのかな。ここはパパとママの寝室かな。こうベッドが分かれています。本棚、小説が並んでいる。家庭の医学書。バルコニーだ。出ても仕方ないよね。うん。2階はとりあえず。
雑誌が年月順に入っていると。あんまり調べる必要ないのかな。2階にブレーカーがあるっていうパターンある？ないよね。ブレーカーらしい着物もないしだな。おっとっけ、こんなの。同じ反応。こんなところにぬいぐるみあったっけ。来てるよ確実に。そう、今何時か教えてほしいな。こっち方面は浴室だ。ここは関係ないだろう。マジかよ。トイレ、トイレットペーパーの先がちゃんと三角に折ってある。タダさんの家族は几帳面なのかな。あ、これ2階と1階にトイレが1個ずつあるパターン。トイレだけどブレーカーはやっぱり見当たらないな。そんないい家？マジで。ゴミ箱だ。段ボール箱の中には消耗品、物置かな、ここはね。箱買いされたスポーツドリンク。マジか、スポーツドリンク箱買いか。水とかはよくあるけどね。筆記用具が入っている。電池が切れているのか、秒針は動いていない。気になるけど勝手に見るのはまずいよね。アルバムかなと思った。ちょっと行くか。もう2回行くしかないわ。え、1回、おお、1回、1回でした。ちょ、ちゃ、死の着信音か。大丈夫、そっちにいて。なぜそっち側に飛び出た。大丈夫か。どうなる。モノログ、モノログの着信音だ。モノログの新着通知音だよね。見てみるね。うん、見てみて。ただ愛子さんがもうすぐ亡くなられます。拡散死亡、回避されてなかったじゃん。マジかよ。20時6分、あと5分ぐらい。何よこれ。回避されてなかったじゃないみたいな。に20時11分の5分前。ねえ、私大丈夫だよね。拡散してくれたから大丈夫だよね。もう一回拡散しろ。大丈夫だよ。いたずらに決まってるよ。落ち着いて。これどう、これ大丈夫なのかな。大丈夫じゃない、大丈夫じゃない感満点だぜこれ。言えてない言えてないですね。このまま階段を降りて大丈夫だろうか。階段降りよう。ちょっとやめとけやめとけ。一回ちょっと地質行ってみよう。ここだっけ。地質戻りの何もない。これこれさ、エンド変わるシステムじゃない。違う。ダメ、ちょっと下行くか。行こう、降りよう。とりあえず降りてみよう。玄関じゃないの、こういうとこにないですかね。まあ、台所っていうワードが出ちゃったから、まあ台所なんだろうな。ここは客間かな、ここは客間かな。美味しそうなお茶を入れそうだな。うん、よくそんなこと勝手に開けるのはよくないよな。のんきに言えたもんだ。招き猫、招き猫、招き猫。ちょ、マジ怖かった今。招き猫調べたか。あ、あったあったあった。ないない。ブレーカー、ショートしてんのかこれ。ブレーカーあったけど、音が気になる。なに、音が気になる。どういうこと。え、あげよう早く。ブレーカーあげようよ。ないない、音が気になるということ。こっち。ここ？え、どこどこどこ、どっから落としてんの。こっち？え、な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 、どこ？どこっすか？ゴミ箱だ。え、なくない？え、なんの音？これどっからしてんのこの音。ちょ、今必死に探してるけど。あ、これか！テレビだ！なんだなんだ？
ちょ、気味悪い。調べるよ。行くよ。せーの。やめろ。やめて。あれ？あ、違うか。あれ？あれ？調べられないよ。あれ？なんもない。もう絶対ここだと思ったのに。あ、これか？ラジカセ？あ、これか。CD ラジカセから音がしていたのか。やめて、やめて。ちょっと、いきなり、わっとやめて。あ、大丈夫だ。じゃあ、これで、ブレーカーを。もう一度ブレーカーのところに行こう。そういうことね、やっぱりね。ブレーカーのところに。やめて、やめて、やめて。行くよ、行くよ、行くよ。せーの。はい。ブレーカーを上げますか。いや、もうそれしかないよね。はい。あ、わかった。おぉ、なんもなかった。なんもなかった。こっちなんすか。勝手口か。なんもなかった。え、なんだい？なんで？ブレーカーを上げますか。これどっかで漏電してんじゃない？すごい、漏電とかしてたら落ちるからね。おい、ほら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 。これどっか漏電してるって絶対これ。違うね。漏電してたらもうすぐ落ちるもん、また。これは、どうしたらいいのかな。もう触る必要ないよね。だってこっち行くと、ほら落ちるんだもの。ねえ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 、どうした？違う、何が？いきなり違う。押さえて、押さえて。おおおお、なんだ、どうした？大丈夫？多田さん、おお、なんで、どうしたんだ？刺された？止まらない、止まらないよ。押さえるんだ、押さえて。あ、救急車よ、救急車。そういう時は、なんか、血管をし、なんか、なんつうの、こう、タオルとか的なもので、縛ればなんとか。しっかり、しっかりして。どうなるの？ゲームオーバー？多田さんの肌は青白くなり、唇は紫になった。出血多量っていうことか、これは。出血が、死んでいる。出血死したと。多田さんの腕から吹き出した血を僕はたくさん浴びて、自分の肌がとてもベタつくのを感じた。まだ、浴びた帰り地は少し暖かいのに、多田さんの体はとても冷たくなっている。これはもしその場で家族が帰ってきたら、完全にお前がやっただろうってなるような状況なんじゃないかな。多田さんの携帯電話。多田愛子さんが亡くなられました。拡散死亡。嘘。いや、今確認したよね。だってね、なんなの、じゃあその拡散してセーフじゃないん。9月なの。あ、今度は、エバラ君の日か、これは。みんなに知らせなきゃいけないことがある。昨日に、タダが亡くなられたそうだ。病死ということらしい。本当かよ。先生は嘘をついてる。昨日一緒に居合わせたのに、今日投稿できたんだね。だね、バラ君ね。あのモノログの噂は本当なんだ。僕も拡散したことで死の予告をされてる。僕も死ぬ。どうすんだ。
その日は部活に専念することができず、先輩たちの足を引っ張ってばかりになった。まあ、そうなるわな。9月8日。あ、この日か。この日が、拡散か7日目か。今日も何も手につかない。僕の様子を見て先輩たちが心配しているのがわかる。ケイシロウ君、昨日から元気がないね。うん、そうだな。なんかあったのかな？僕の死の予告から今日で8日目。死ぬとしたら今日！一週間。丸一週間だからか。ケイシロウ君。え？あ、はい！昨日から元気がないみたいだけど、何かあったの？こういうのってさ、こう、なんつうの、状況的に警官が来てみたいな、全校生徒とかになんか知れちゃったりとかしないの？ケイシロウが一緒にいたらしいぜみたいな。まあそれはまあ隠したんでしょうね、学校がね。実は多田さん可愛かったのに死んじゃったんだ。そんなことが。ごめん。マジで死んじまったのか。死んじまいました。都市伝説じゃないってこと？マジだよ。死の5分前にもうすぐ亡くなられますのつぶやき、そして死んだ後には亡くなられましたのつぶやきか。噂じゃ拡散してもらえば死なないんじゃなかったのか？それはちょっと違ったみたいです。あくまでも噂だからね。それはデマだったのかもしれない。まあ、いろいろな対処法があるよね。なんか大人になるまであるワードを覚えてたら死ぬとかさ。でそれを対処する、じゃあどうすればいいの？対処する呪文があるみたいな、そういう感じのことだよ多分。モノログ自体を止めてしまえば、この文字化けしたアカウントも死の予告をつぶやくことができないのにね。そんなことできんの？モノログを止めるって言われても。運営さんにお願いする。ハッキングでもしろってか。運営さんですって。集中アクセス。おお、なるほど。みんなでバルスとつぶやこうってことか。金本先輩のモノログを止めるという発言、僕は助かる方法を見つけたかもしれない。え？モノログでたまに集中アクセスが起こって一時的につぶやくことができなくなる時がありますよね。集中アクセスを起こしてサーバーダウンさせれば死の予告のつぶやきを止められるかも。意図的に集中アクセスを起こすか。こんなちょっと小規模的なところでできる？金曜ロードショーぐらいの力がないとちょっと無理だよそれは。そんなことできるのか？でもあれだよね、そのバルスってつぶやいても結局落ちなかった。それぐらい屈強なサーバーだった。でもどうなんですかね、モノログはやっぱり日本だけで運営されてたらそれは落ちるかもしれない。多数の人に同時期につぶやいてもらえれば可能かもしれません。多数って本当にかなりの数の人にで。インターネット上で一斉につぶやくようお願いを拡散させれば、もしかしたら。いや無理だな、それはちょっと厳しいな。今日数日前からそういうのをやって、もうみんなでやりましょうみたいなコミュニティでやらないと。ちょっといたずらだと思われる可能性が高いけど、何もしないよりはいいよね。もしこの先輩が、このイケメンの先輩がフォロワー数半端ないとかね、フォロワー数100万とかだったらいけるかもしれない。よし、やろうぜ。うん、ケイシロウ君を死なせるわけにはいかない。いかない。で、どうすりゃいい？パソコン室に行くか。どうする？4人いるんだから分けて行動した方が広がりやすいと思う。トール、こっそり今日もバイクで学校来てる？ん？ああ、
バイクは学校の近くに停めてあるぜ。トールはバイクでネットカフェを回ってくれないかな。ネットカフェのお客たちにつぶやくよう言ってほしいんだ。そんなんじゃもう間に合わないでしょ。わかった。っていう素直な感想。予告時間は19時半だから19時20分くらいからつぶやくよう言って回ろう。いたずらと思われないように呪いとか噂とか伏せておこうよ。詳細は言わないで、あくまでも面白い企画ってことにしておこう。僕は近くのパソコン教室を自転車で回るよ。ケイシロウ君とユキハは学校のパソコン室でインターネットから書き込んでいってくれるかな。わかりました。わかった。じゃあ早速始めよう。おお、始めよう。これちょっとどうなんだべ。本当に落ちるのかな。サーバーダウンするのかな。おお、何聞かせればいいの。拡散希望。ああすごい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 。なるほどなるほど。おお、いいね。すごい、このちょっとリアルなアニメーションかなこれな。いいですね、いいですね。あ、バイクで行ってる程度。あー、ダメだ。ネットカフェの客誰も信じちゃくれねえよ。まあ、そうだわな。バイクを走らせ続けて、俺が知ってるネットカフェは全部回った。こいつバカじゃねって顔されるだけじゃん。セータも似たような顔されてんだろうな。何の理由もなく一斉につぶやこうなんて大事にされるわけねえのか。くそ、もっと効果的な方法ないのかよ。街は帰宅ラッシュで混み合ってきている。いっそここでつぶやいてくれって叫んでみるか。気が狂ったとでも思われるのが落ちたな。もう俺にできることはねえか。さっき買った缶コーヒーを飲みながら街行く人々を眺めているとある光景が目に入った。といったところで今回一旦切りたいと思います。さあ次回このやめよう。なんですかねそのさ、なんかある光景っていうのはちょっと楽しみですけど、一旦この辺で切らせていただきたいと思います。また今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。